学騒動から涙の体感の加藤美優、プッツとは実は急増ペア、エントリー2分前に結成、自己紹介から頂点へ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。テニス全通オープン、8カパリ、混合ダブルス決勝が行われ、加藤美優、ザイマックス、ティムプッツ、ドイツ、 組が、マイケル・ビーナス、オーストラリア、ビアンカ・ランドリースク、カナダ、組と対戦。4から6、6から4、マッチタイブレイクを10から6で制し、初優勝を飾った。勝利の瞬間、加藤は両腕を突き上げた。女子ダブルスでの涙の失格から4日後に迎えた体感劇。優勝スピーチで、加藤は用意してきたメモを読み上げ。 涙も浮かべながら、世界的に波紋を広げた女子ダブルスでの失格騒動にも言及した。プッツはマイクを持ち、その姿を優しく見守った。あうんの呼吸で頂点に立った二人。実は今大会、最終エントリー2分前に結成された急増ペアだった。 ドイツメディア、ワウズによると、互いに別のパートナーと組む予定だったが、必要なランキングポイントが不足していたという。加藤の当初のパートナーが、ふっつに加藤とのプレーを進め、その場で自己紹介をし、連絡先を交換したという。加藤があまり英語が得意ではない中、コミュニケーションに苦労しながらも、頂点まで駆け上がった。加藤は優勝スピーチで、 パートナーのティムもありがとうございます。一緒にプレイできて最高でした、と感謝。ふツも、ミユ、最高でした。この10日間本当に大変でしたよね。そしてこの優勝で元気を出してくれればと思います。お互いにこの瞬間を楽しみたいと思います。と、加藤を思いやった。 加藤美優、一生涯、失格にならないように心がける、全仏王、P、女子服での出来事を振り返る小なりテニス大なり、全仏オープン。テニスの全仏オープン、フランス、パリ、レッドクレー、グランドスラム、ハヨうか、混合ダブルス決勝が行われ、加藤美優スポイツ、ドイツ、クミガビアンドレースク、カナダビーナスニュージーランド、クミオ、4から66、から40、 カラ六6の逆転で破り両選手とも、キャリア初の次第大会初優勝を果たした。試合後の会見で加藤は、一生涯、失格にならないことを心がけるしかない、と語った。加藤が全仏オープンの混合ダブルスに出場するのは今回が初。男子ダブルスで世界ランク24位のポイツとペアを組んでの出場となった。 加藤は4日の女子ダブルス3回戦でエスソリベストルもスペインブズコバチェコ、組と対戦したが第2セット途中で加藤がボールガールにボールをぶつけてしまい失格に。それでも翌5日に行われた混合ダブルス準々決勝ではエル・ステファニー、ブラジル・マトス・ブラジル、組を7から6、7から5、6、から2のストレートで破り初のベスト4進出を決めている。 この日の第1セット、加藤、ポイク組は第1ゲームでブレークに成功。しかし、第8ゲームでブレークバックを許すと4ゲームを練習され先行される。それでも第2セット、第4第8ゲームでブレークポイントをしのぐと第9ゲームでブレークに成功。1セットオールとし10ポイントマッチのマッチタイブレークにも連れ込むと、加藤。 追いつく身がものにし、1時間35分の熱戦を制した。加藤は今大会で起きたことを今後どう生かしたいか問われ、一生涯、失格にならないことを心がけるしかないです。この優勝は今の私にとってすごく大きいので、女子ダブルスにも生かしたいですし、他のグランドスラムのミックスでもチャンスはあると思っているので、どこかでこのトロフィーを手にしたいです、とコメントしている。 なお、昨年大会では W クールホフ、オランダ、と、ペアを組み第2シードとして出場した柴原が決勝でいうアイケリ、ノルウェクフリーゲン、ベルギー、組を下ろし、日本人として25年ぶりの優勝。加藤の優勝により、日本女子が同大会同種目を2連覇することとなった。テニス365ネット。